かつて大国に巻き込まれ戦場となった雨隠れでのこと。僕は無理だ。どうでもいい。早く口を合わせ。もう限界だ。見つかったらどうするの。怖いよ。その敵は今のうち逃げろ。長門逃げるんだ。早く これはこんなことに敵と見間違えるなんてくそ。まさかこんな戦闘区域にまだ一般の人どうなったの？父さん、母さん。たち木の葉の始めた戦争で死んだ。あの時の痛みは憎しみに変わり、俺の力を開花させた。食。これで最後か。ありがとう。もう食べるものは何もないんだ。もう君にあげられるものはない。こんなご時世だ。もうダメだ。ここで僕は死んじゃう。これ。出るんだよ。なんだよそいつらは。ごめん、死にかけてたから。変わった名前だな、お前。いや、それは。に出会った。どちらも戦争孤児だったが、来ることになった。すごい。どうやって？盗むんだよ。盗む。でも、綺麗事言ってられるかよ。綺麗事。やらなきゃ生きていけないんだよ。わかったな。でくれませんか。ほんの少しでいいの。お願いします。お前たちに。あ、こら、この。どこ行った。子供たちが生きていくにはそれしかなかった。そんな弥彦は希望を捨てなかった。そんなこともあるさ。そうだね、長門。お前、僕にはでかい夢があるんだ。世界政府。もうこんな思いはしなくて済むだろ。そうかな、コナン。うん。てっぺん取ったら何もかも思いのままだ。こんな近くで忍びが戦ってやがる。ジライア先生たち、後に木の葉の三人と呼ばれていた。そしてチビが息してないよ。チビは後だ。ここから一旦離れるぞ。くそ。こんな戦いの続く世界ならあった。やられていつまでも泣いてるだけじゃ何も変わらねえ。この国と力って人
今、さっきの場所に行ってきた。あそこに悪杖。でも…ハンゾーが嫌いだ。奴が雨隠れをこんな戦場に変えちまったんだ。追って行っても、その人たちがやられてたら？食い物は長く持つものだけにしろよ。他は捨てるの？いや…あんたと八百屋の親父と果物屋のおばさんとで分けてくれ。ごめんなさい。はあ。戦闘中の忍者を追うことは子供だった俺たちが。霧に混ざって毒があったら遺憾の終わりだからな。よこせ。俺たちは強くなるんだ。ああ。木の葉の三人は簡単には見つからなかった。長いだ。激しい戦いの場所であればあるほど、三人。頑張れ、コナン。なんか。ここはやばい。奴らを見つけたよ。俺たちを木の葉の三人の元に運んだ。俺たち。なんだ、お前。ん？ナガト、行くのよ。うわぁ！僕らは続きがある。この花忍びだろ。ありがとう。これ、お礼。見てきたけど、むごいものよ。いっそのこと、ここで。わしはしばらく、こいつらの面倒を見る。はぁ？この葉の忍びだ。いただきます。俺、釣りのコツを覚えたぜ。そうか、どんどん頼もしくなるな。少しして、ある事件が起きた。事件来て、弥彦が殺されかけた時、俺がその忍びを変えるうち、それも弥彦。その剣があり、忍びの死は己の身を守るための忍術だと言ったが、俺だけに関して言えば、自分の力が怖かった。憎しみが己を暴走する。しかし先生は、俺をそこから助けてくれた。あの時、弥彦が傷つけられ、無我夢中で。それで気がついたら、その後、すごく怖くなったんだ。本当はもっといい方法が。アガト、お前のおかげで弥彦は死なずに済んだ。友達を守った。お前を責められはしないの。気は憎しみを覚える。人を傷つければ恨まれ。さ、人に優しくできることもある。人は痛みで考えることだと。痛みを知り考え。ジライア先生も自分に言い聞かせ。今のお前がそうであるようにな。二人を守りたい。どんなに痛みが伴うことも。ではいつも何を考えているの。この世は戦いへとる。平和とは何か。それから三年、修行で身も心の奥で引っかかり止まったままだった。先遥か昔、人々、そんな時代に、ある一人の僧侶が現れた。忍宗という教えを説いて世界を回ったと伝えられる。忍術は武力ではなく、人々を平和に導くための教えだった。お前と同じ、輪廻丸を持っていた。まだそうだ。いつしか人々が本当に理解し合える、仙人の生まれ変わりかもしれんの。
お前の目に平和を託し、そして先生は俺たちの前からとして行動を始め、組織はあっという間に有名になって皆が賛同してくれた。しかし世界目隠れの長半蔵は俺たち組織の噂を聞きつけ近づいてきた。主軸にし三大国への平和交渉を行おうと持ちかけてきた。その考えに協力することにした。とは子供だった。災い何は死んだ、死んだ奪われるのではないかという疑念。それだけ交渉を行うため落ち合うはずだった場所に木の葉の暗部たちを俺たちを抹殺しようとした。団蔵は火影の座を奪うため、俺にとってお前たちの組織は邪魔だ。いや、この女の命はない。せ、そうすれば女とお前は助けてやる。俺をやれ。あったとしても僕にはでっかい夢があるんだ。やれ、この世界の神様になってやる。ヤヒコを抱いてじっとしていろ。やるな小僧。お前ただのガキではないな。その目、お前が影の力。俺は弥彦に代わり組織のリーダーとなった。両親が死んだ時と同じだ。俺は間違い、命の恩人であり弥彦の死、それが二つ目の痛みだ。